弱きを守り強きに屈せぬ様、英雄のごとし。渾身の一撃と救助隊機を裏切り平然といたポジへ走り出す様、狐のごとし。慈愛と忍耐両方を兼ね備えた超ハイリスク絶大ハイリターンパーク、その名も英雄の奮起。キラーの攻撃から負傷した味方を3回守ると準備完了し、負傷中にキラーの一撃を食らってしまってもデイビッドキング顔負けのど根性で耐えることができる、努力は裏切らない筋肉パークです。仲間のために傷つくのならむしろ本望。2日目通路妨害フェイカン救助とは言ってもさ、発電機修理してチェイスして隠密して救助して、普通に DVD やってて英雄の奮起が溜まった試しが全くないんだよね。英雄をただで名乗れると思うなよ。我が身を顧みず仲間の分の傷をも背負ってこその英雄、割り込みチェイス運搬防御トンネル対策。このパークはどのパークよりも能動的にかつ念入りな準備が必要になるのです。ほいじゃあ皆さん、ご待望の取説だ。まずは英雄の奮起を貯める方法から、パークの説明にもあるように味方の代わりにキラーの攻撃を3回受けるというのは、キラーがサバイバーを運搬中に直接攻撃を受ける、オッツ負傷しているサバイバーの近くで攻撃を受ける、ヘイキラーのサバイバー単体に対する特殊攻撃の肩代わりをする。特殊攻撃というのはサイナム外腸のカラス状態、セノバイトの憑依鎖、アガナイムシによる高速でもカウントされます。ずうずうしく行きましょうよ。他のサバイバーが狙われている時は積極的に動きましょう、まるでピンチに駆けつけるヒーローのように。そして3回分、味方の危険を肩代わりしたあなた、いえ英雄はすでにキラーの逆鱗に触れているでしょう。しかし英雄の奮起があるのなら些細な問題でしかありません。 なぜならヒーローは2度の攻撃で倒れるようなやわな体はしてませんから、出歯があれば3度目も耐えてみせるでしょう。強すぎー。ですが英雄の奮起にも NG 行動はちゃんとあります。まあざっとこんな感じですかね。英雄は英雄と歌われてこその英雄なのです。ラストに英雄の奮起は映画死霊の腹渡よりやたらと死霊に強い一般人アシュレイの固有パークです。好きな子の前でかっこよく決めてオフ会デートチャンスをつかみ取れ。ところで皆さん、英雄の奮起とは関係なしに武勇伝聞かせてください。武勇伝、私の武勇伝はですねある昼下がり帰り道で異国のビューティーが困り果てた顔で電柱に寄りかかってたんだ。この講座を見て使ってみたいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、最後のお楽しみにベルマーク通知登録、ぜひよろしくお願いします。またのー。